イブラヒマ・バルデは、セネガル・ダカール出身の同国代表サッカー選手。レアル・オビエド所属。ポジションはフォワード。ダカールで生まれた、バルデは、2006年16歳の時に、アルゼンチンへ渡る。AA アルヘンティノス・ジュニアーズのユースチームでキャリアをスタートさせ、翌年に CA ベレス・サルスフィールドのユースチームに移籍した。しかし、家族のことを理由に、 母国へ戻る意志を固め対談した。アトレティコマドリード2009から10シーズンにアトレティコマドリードと契約を結び、まずは B チームに登録された。その後、ボルハバストンの負傷とフロランシナマポンゴルがスポルティング CP へ売却されたことで前線が手薄になったため、2010年1月2日のビセンテカルデロンで行われたセビージャ FC 戦でリーグ戦デビューを果たし、 90分フル出場で2から1の勝利に貢献。同月17日、ホームで3から2と勝利したスポルティングで基本戦で、途中出場からわずか5分後に、セルフィオ・アグエロの仕掛けから初得点を決め、3から1とリードを広げた。3月6日、レアル・サラゴサ戦で、ロスタイムに得点を挙げ、1から1の引き分けに持ち込んだ翌日に、 クラブと2013年まで契約延長した。翌シーズンはシーズン終了までの期間で2部の CD、ヌマンシアへ貸し出された。2010年9月5日、1から3で敗れたセルタデビュー5戦でデビューし、10月3日のエルチェ、CF 戦で初得点を挙げ2から0で勝利した。唯一の得点を挙げたジムナスティックタラゴナ戦で、 シーズン2得点目を記録と好調だったが、AD アルコルコン戦で、大怪我をしたためリーグ戦の半分以上の欠場を、余儀なくされた。2011年4月3日、出場はなかったものの CD アルコヤーの戦で、チームに戻り、次の2から1で勝利した、ビジャレアル CF、B 戦で途中出場から、ついに復帰した。同月23日のレクレアティー・ボエルバ戦で、 復帰後初得点を挙げ、3から3で引き分けた5月7日のレアルバリアドリード戦で2得点を決めた。おさすな2011年4月3日、CA おさすなが900万ユーロのバイアウトを使い、3年契約で加入した。9月7日、0から8と大敗した FC、バルセロナ戦で62分からデビューし、2から2で引き分けたヘタフェ CF 戦で初得点を含む2得点を決めた。 11月6日の1から7で大敗した、レアルマドリード戦で3得点目を挙げるなど、最終的に22試合7得点を記録した。クバンクラスのダール2012年7月中旬、ロシアの f c クバンクラスのダールに移籍したが、ビザの取得が遅れたため開幕には間に合わず、8月23日に到着した。4日後、デビュー戦の FC ボルガニジニノブゴロド戦で、 マルコス・ピッツェッリと共に2得点を決め、6から2で勝利した。スタッドランス2016年7月31日、リーグで合格したスタッドランスに移籍し、1年間の延長オプション付きで1年契約を交わした。CFR クルジュ2017年7月、ルーマニアの CFR クルジュと2年契約を交わした。2012年5月23日のモロッコとの親善試合で、 セネガル代表デビューを果たし、続く6月2日の W 杯アフリカ予選、リベリア戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。